瀬戸康史のゲーム実況。どうもこんにちは、瀬戸康史のゲーム実況チャンネルへようこそ。私がですね、なぜ最近妄想をやらなくなってしまったかというとですね、今のパーティーに飽きたってことですね。なんか強いパーティーあんまいない、ロキとかハーレーで、もうこのパーティー飽きちゃった。でこの間実はね、重心祭だっけ、超重心祭だっけ、どっちだっけ、普通の重心祭引いたんですが、お見せできないぐらい残念な結果になってしまったわけです。で今オーブ13個、パーティー見ていただければ分かりますが、大して変わり映えないんですよ。いいキャラ入ってきてない。ここなんとか変えなければいけない。変えてまたモンストやりたいということで、星屑のオリンパス、アテナちゃん欲しいのよ。可愛いやつが欲しいの。で坂本龍馬がやろうじゃん。リンツーも男じゃん。よくない、全然ダメです。可愛い子が欲しいのということで、いきます。アテナちゃんはステータスめっちゃ高い上に新しい友情コンボ持ってるから、いきます。うわ、確定来ない。2回しか引けないから、いきます。アテナちゃん来い、ゴーガイ、どったか、アテナちゃん、ああ。トニー緑川だろお前。なんで知ってんだよこいつ。なんかなんなんだお前、こっち見んなよ。何をお前はかざしてるんだよ、スマホみてえなさ。めっちゃ足の筋肉すげえしこいつ。でもこいつ星5なの、トニー緑川星5だよ。ちょっと一瞬見ていい？こいつ進化しないの？進化するんだ。モンストなんとかになるんだ。カミカもできんの？モンストクローバー、こんなんなるんだ。アンチ重力バリアの攻撃力17000、魔王キラーだ、ゲージ魔王キラー。バーティカルレーザー L、 17000、これ普通か。でクロスレーザーがくっついて、モンストクローバーなかなかいいんじゃない。いいね。ただアテナちゃんもあるんですから。それでは行かせていただきます。このね、星5来たから、星5みたいな感じで、いきます、ドン。確定来ない。いや、これでね、これが出る結果でね、俺がモンストこれからするかどうか決まるから、いきます。せーの、スプリッツァーだろ。オーブ3個しかなくなっちゃったよ。ちょっと待って、ミッションとかないから。レビューを書いてみよう。瀬戸康史の動画第2回、利用者アンケートに答えよう。あなたの職業をお答えくださいだと、この野郎。そんなのあれだよ、もう。その他っつうか、もう無職だ。無職ではないか。YouTuber だよ。YouTuber だよ。はい。あなたのお勤めの業界として当てはまるもの。ウェブサービス。いやー、なんだろうなー。これ、YouTube。あなたがモンスターストライクを遊ぶ際に最もよく利用するアプリ、iPhone アプリです。お好きなモンスターを3体あげてください。めんどくせえんだけど、これ。好きなモンスターちょっと書くか。なんだろう。いや、アテナ、アテナは、ここが書いとけば、当たるかもしれないけど、アテナ。アテナね。
いやらしい感じで書いちゃって。あとはあれですよ。レオニダルスね。レオニダルスと、勝海舟。あとは、ビーストだ、ちょっと前で。あとなんだろう。あ、炎だ、炎。炎を入れとかないと。はい、これで3品。そう、炎ね。前の質問で答えたモンスターの好きな理由を教えてください。いちいちこれ書くの、これ。書くの？アテナ好きな理由？ホッチー。ホッチーから。ホッチーから。2? レオニダルス好きな理由。いらねえから。いらねえから。炎は弱えから。弱えから。33歳のアンケートとは思えない、この、ひどい答え。ね。モンスト歴はどれぐらいですか？うん、そう、もう一番は6ヶ月以上ですよ。ずっとやってますから。モンストを始めたきっかけは何ですか？あー、これなんで、ちゃんと書こう。これね。なんとなく。はい。1日どれぐらいモンスト遊んでいますか？あー、最近遊ばなくなっちゃったからなー。30分未満かな。うん、平均でね。一日平均で。普段妄想一緒に遊ぶ仲間は何人いますか？しずえさんかな？一人で。一人で遊ぶ機会と仲間と遊ぶ機会どちらが多いですか？一人が多いね。うん。あなたが妄想遊ぶ際、最も遊ぶシーンをお答えください。起床直後ってなんだよ。起きてすぐ妄想？俺は、なんだろうね。自宅で一人でいる時だね。うん。自宅にいる時ですね。星6のモンスター何体持っていますか？俺星6何体ぐらい持ってんだろうね。3から10だな。3から10だろ。日頃使っている攻略テクニックがあれば教えてください。いや、それちょっと教えてあげられないですね。企業秘密ですとかでも。企業秘密ですと。はい。ガチャでいいモンスターを出すためのジンクス、願掛けなどありますか？知らねえし、そんなの。お前が教えろって感じだよな。こっちが知りたいくらいですよ。妄想に一言。大好き。いやー、ちょっとそれは大好き。大好き。妄想に一言。ペイン！はい。大丈夫？はい。瀬戸康史の動画。よっしゃ！ということで、オーブ5個手に入れました。もう一回いきます。さ行きます。もうアンケート書いたから、モンストさん、これやっぱりアテナも好きなモンスターとかアテナって書きましたから、1個目書きましたから、これはいいの出さざるを得ないんじゃないですか。アンケート書いたから行きます。モンストさん、お願いします。来い来い、よっしゃ、アテナお願い、これで本当にお願い。撮るなよ。俺がへこんでるとこ今、めっちゃ撮られた今。わぁ、ガーじゃねえんだよ、いつよ。神宮寺桃花。ということでね、私のね、モンスト、獣神祭とかガチャ系のね、動画に関しては、ずいぶん出が悪いです。もうもうバッテリー少なくなったとか出ちゃって。もう獣神祭とかもね、もう動画として出す価値がないぐらいね、本当に、全然出ない。最近。ほら、見てください。オーブも、ゼロになっちゃった。ということで、私はまたしばらく、モンストから遠ざかることになります。皆さん、また違うゲームでお会いしましょう。それでは、じゃあな。よろしくお願いします。